こんにちは、金子です。今回はですね、タイピング上達のコツ、ブラインドタッチをマスターする方法を紹介していきます。結構多くの悩みで、タイピングが遅くて上達したいとか、キーボードをどうしても見てしまって、キーボード見ないで打てるようになりたいとか、そういう遭難や悩みってよく聞きます。 なので、この動画を最後まで見て実践していただければ、今、キーボードを見ながらしか打てないとか、キーボードを打つのが遅いという人は、必ずですね、キーボードを見なくても打てるようにもなりますし、キーボードを打つ速さも今よりは格段に上がることは間違いないです。なので、その方法を一緒にやっていきましょう。タイピング上達にはしっかりとコツがありまして、そこを押さえていただければ、どん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 レベルアップしていきます。で、実際、どんなのがコツなのかというとですね、7個に分けました。 まずですね、基本に忠実な練習はしない方がいいです。基本に忠実っていうのは何かというと、キーボードってこうやって打ちましょうっていう基本的なやり方があるんですけれども、それはですね、結構長期間をかけて、どん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 練習していく分には、綺麗に打てて、そしてすごくタイピングも速くなるんですけれども、それをやってるとですね、途中で挫折したりとか、まあ結局レベルアップする前にやめちゃう方が多いんですね。 なので、今回やる方法はですね、基本に忠実というわけではなく、日常でですね、ブラインドタッチ、キーボードを見ないで打てるように、すぐ伸ばせる方法っていうので、レベルアップを図っていきます。 で、こういうタイピングでですね、よく聞く質問というのが、小指とか難しくないですかとか動かなくないですかっていう風に聞かれるんですけども、今回の方法だと無理に小指とかは使わなくていいです。ここはさすがにですね、小指って結構やっぱ動かないんですよ、両手の小指。なので、そういうキーはですね、難しいので使わなくていいので、まあ、自分のやりやすいやり方でやるということですね。で、ここら辺はですね、やりながら覚えていけばいいんですけども、 今から一緒にやっていくんですけれども、絶対にですね、キーボードを見ないっていうことを意識しましょう。キーボードを見てしまうと、やっぱりどうしてもキーボードを見ながら打ってしまうので、すごく遅くてもいいので、この動画をパソコンの画面で見ながら、動画の画面を見ながら打ちましょう。そうすればですね、キーボードを打たなくなりますので、動画をずっと見続けながら打つという練習をすれば間違いなく、キーボードを見なくなります。それでこれから練習していきますね。次はですね、人差し指のホームポジションだけは守ろうということで、ホームポジションって何なのかって というとですね、ここのですね、アルファベットの J とこの F のところ、ここにですね、ちょっとボコってなってるところがあるんですね。ちょっと動画だとごめんなさい、見えないと思うんですけども、ここのところ、自分のキーボードを見ていただくと、ボコってなってるところが J と F のところにあります。で、通常、ホームポジションとかって、こういう風に綺麗な形で指を置きましょうっていう風に言われるんですけれども、ここまでは守らなくていいです。これだとですね、絶対に小指を使ったりとかしないと、やりにくかったりするので、まずですね、この人差し指。 これをですね、ここの上に乗っけます。で、ここは必ず守りましょう。これが分かんないと他のキーどこにあるのか分かんないので、ここだけは守っていただければ大丈夫です。で、あとはですね、ここのところを合わせていただいたら、こんな感じにですね、も、ま、うあとはもう結構ぐちゃっと、もう自然な体勢にしていただければいいかなと。 思います。なので、指の位置を頑張って、こうやってやるよりも、自然な体勢で、こうやって置いたときに、この人差し指だけがここに置かれる。っていうのだけは意識しましょう。これもやりながら覚えていきましょう。で、次はですね、練習の仕方ですね。練習の仕方なんですけど、文章で練習していきましょう。よくですね、アルファベットとかで、こう、F、J、F、J とか、K、A とか、なんかいろいろやったりするんですけども、それでやってもですね、文章で使えません。なので、必ず最初から文章 で、ですねかとかありますよね、ひらがな。で、k、a っていうふうに打つと、かなんですけども、k と a で別々として覚えちゃダメですね。かは k、a なので、かって打ちたいときはですね、ここの k と a がここにあるんですけど、トントンって打つ感じですね、トントン。結構よくあるのが、k、a、k、a。 はいみたいな感じで、まあ、一個ずつテンポよくやっていったりするんですけども、そうじゃなくてですね、かっていう打つときは、K、KA。で、キって打つときは、K、KI。そして、K、KU みたいな感じで、そんな感じで打っていきます。なので、文章を打つときはですね、これで一つのセットでかが打てるっていうようなやり方で、これからやっていきましょう。あとはですね、今からやる内容をですね、一緒に、まあ、2週間やり続けましょう。これはですね、やっぱ継続していただかないと、 これは筋トレとかと同じく、まあ、続けていただかないと、やっぱりなかなかできるようになりません。なので、忘れないように、今のうちにですね、動画の下にチャンネル登録っていうボタンがあるんですね。そこを押していただくといつでも復習できるようになってますので、今のうちにチャンネル登録を押しておきましょう。そうするとですね、これから練習するときも復習しやすくなります。 そしたらですね、実際にやっていきましょう。まずメモ帳というのを使ってやっていきますので、まず最初の画面を出してください。で、左下の、ここのスタートですね。ここを押していただくと、こういう画面が出てきたと思います。そしたらですね、ここのアルファベット順になっているので、W のところを探していきましょう。W ですね。W、あ、ここですね。W。そしたら、その中に Windows アクセサリーというところがあります。ここを押しましょう。トンと。 で、そしたらその中に、このメモ帳っていうのがあるので、これ起動しましょう。そうすると、ここに文字が入力できるようになりますので、ここに入力していきます。 で、今、画面を見てる方はですね、この動画をですね、左側とかにちっちゃくしていただいて、で、メモ帳これをですね、右側に置きましょう。で、これはですね、ここのところをクリックしながらやると、こうやって動かせます。で、この画面もですね、今、画面を大きく見てる方は、ここの横のところに合わせながらこうやってやると、画面もちっちゃくして、いい感じに配置できるんじゃないかなと思いますので、この半分ですね、画面の半分にこうやってメモ帳を置いて、で、こっちの方をですね、 動画を見ていただければいいかなと思います。で、動画ちっちゃくならないよって方はですね、この右上のこの縮小ボタンを押すとちっちゃくなると思いますので、こうちっちゃくして配置してあげてください。そしたらですね、この動画内ではこんな感じですね、これを入力していきますので、これをですね、左側に出して、こっちを右側に出してやっていきたいと思います。で、これタイピングの動画が早いなと感じる方はですね、この今見てる動画の 上にカーソルを合わせていただくと、右下にですね、歯車のマークが出てくるはずなんですね。で、そこを押していただくと、再生スピードっていうのを0.25とか0.5とかにできるので、0.25っていうのはですね、4分の1倍速にすることができます。なので、それで調節をして、まあ、早すぎる場合は0.25から始めて大丈夫です。なので、0.25から始めて、で、それでですね、まあ、どんどん0.5とか0.75とか1とかにして、1.25、 1.5っていう風に徐々にスピードアップして練習してみてください。そしたらですね、それで調整ができると思いますのでやっていきましょう。で、まず日本語入力にしますので、ここのところ、半角全角キー押していただいて、この右下のところ、あってなってるのを確認してください。この状態で入力すると日本語になります。そしたらやっていきましょう。 まずですね、ここのところをクリックしていただいたら入力していきます。まず、ホームポジション。ここですね。ここの F と J。ここのところに、まず人差し指を合わせます。ここのホームポジションを見つけたらですね、必ずここの、 手の甲の部分、この下の部分、ここをですね、リラックスしながら、机の上に置いてください。必ず置いてください。で、そうしたら、こうやって、人差し指をこうやって合わせます。で、他の指はですね、もうリラックスした体勢で、ポンと置いちゃって大丈夫です。別に合ってても合ってなくてもいいです。で、基本的にはですね、指の位置は特に気にしないでやりましょう。で、自分のやりやすいようにやっていただくので、画面を今、動画を見ながら一緒にやります。 キーボードを見なければ何の指でボタンを押しても大丈夫です。 実際に僕も綺麗な形で打ってるわけじゃないので、何の指で押しても大丈夫です。そしたらやっていきましょう。そしたら実際に入力していくんですけども、守ってほしいところは2つあります。まず、ここのホームポジションに人差し指を合わせます。合わせていただいたら、リラックスした体勢で、この指を置きましょう。これはですね、ずれてても OK です。人差し指は必ずここですね、ボコッとなってるところ、F と J のところに置きましょう。で、リラックスしておきましょう。で、必ずですね、この手の甲、ここの部分、 ここですね。両手の手の甲を机の上に置きます。で、机の上に置いて、それでここのところに人差し指を置くという状態でやっていきましょう。まずは、あいえを入力していきますので、あいえをと入力していきましょう。そしたらやっていきます。そしたらやっていきます。あ、い、う、え、をですね。こんな感じです。 で、エンターキーを押すときはですね、エンターキーだけは小指で押してあげましょう。そうするとですね、結構速度が速くなりますので、エンターキーだけはここですね、ここ。エンターを小指でポンって押してあげましょう。で、もう一回押すと開業になります。 こうですね。で、i いうまで打ちましたら、ホームポジションをまた必ず戻しましょう。ホームポジションを探すときはですね、入力、一行入力し終わったらしっかり戻ります。もしくはですね、途中であれおかしいなと思ったら、キーボードを見て、ホームポジションを見てから動画を見て、それでやっていきましょう。そしたらですね、書きくけこと入力していきます。そしたらですね、書きくけこは一つの文字でセットで覚えていきましょう。やっていきます。か、き、く、け、 こ、こうですね。そしたらエンターキーを小指で押して、もう一回エンターキーですね。刺しすせそからは、お、ん、までは最後までやっていきましょう。そしたらやっていきましょう。まず人差し指を本ポジションに置いて、さ、し、す、せ、そ。エンターキー、エンターキー。そしたら本ポジションに置いて、た、ち、つ、で、と。そしたらエンターキー、エンターキー。 そして本ポジションに人差し指を置いて、な、に、ぬ、ね、の、エンターキー、エンターキー。そして本ポジションに置いて、は、ひ、ふ、へ、ほ、エンターキー、エンターキー。そして本ポジションに置いて、ま、み、む、め、も、エンターキー、エンターキー。そして本ポジションに置いて、や、 ゆ、よ、そしてエンターキー、エンターキー。そして本ポジションにおいて、ら、り、る、れ、ろ、エンターキー、エンターキー。本ポジションにおいて、わ、お、ん、エンターキー、エンターキー。このように打っていきます。そしたらですね、ガギグエゴも、濁音もですね、同じようにやっていきましょう。そしたらやっていきましょう。本ポジションに人差し指を置いていただいて、ガ ギ、グ、ゲ、ゴ。エンターキー、エンターキー。そしたら本ポジションにおいて、ザ、ジ、ズ、ゼ、ゾ。エンターキー、エンターキー。そしたら本ポジションにおいて、ザジ、ズ、デ、ド。エンターキー、エンターキー。そしたら本ポジションに一つ指を置いて、バ、ビ、ブ、ベ、ボ、 エンターキー、エンターキー。そしたら本ポジションに置いて、パ、ピ、プ、ペ、ポ。こうですね。エンターキー、エンターキー。これでできました。そしたらですね、次は小文字を打っていきます。小文字はですね、L を最初に入力することによって、小文字が入力できるようになります。L、A って入力すると、A のちっちゃいもの。L を押して、Y、A って言えれば、矢のちっちゃいのが出てくるという感じです。そしたらやっていきましょう。 最初に L を入力して、A を入れると、このように、アッと入力します。これもですね、ちっちゃい E を打つときは LI、LU という感じで入力していきます。そしたらやっていきましょう。LI、そして LU、そして LE、そして LO。こうですね。あいうえおというちっちゃい文字が打てました。じゃあ Enter キー、Enter キー。そして、ホームポジションに戻し、LYA。これでちっちゃいやですね。 次は U なので L を最初に入れて YU。ちっちゃい U。そして LYO。これでや、ゆ、よが打てました。そしたら Enter キー、Enter キー。これでちっちゃい文字が打てましたね。次は客ョというのをやっていきます。キャはですね、この最初に K を入れて、そして YA っていうとキャになります。これもですね、先ほどのやつと同じく、キャという一文字として考えてやっていきましょう。 kya という塊で考えていきます。そしたらやっていきましょう。ホ本ポジションに人差し指を置いていただいて、キャ、キュ、キョ、エンターキー、エンターキー。本ポジションに人差し指を置いていただいて、シャ、シュ、ショ、エンターキー、エンターキー。本ポジションに人差し指を置いて、チャ、チュ、チョ、エンターキー、エンターキー。本ポジションに置いて、にゃ、にゅ、にょ、 エンターキー、エンターキー。本ポジションにおいて、シャ、シュ、ヒョ。エンターキー、エンターキー。そして本ポジションにおいて、ミャ、ミュ、ミョ。エンターキー、エンターキー。本ポジションにおいて、リャ、リュ、リョ。エンターキー、エンターキー。本ポジションにおいて、ファ、フィ、フェ、フォ。エンターキー、エンターキー。本ポジションにおいて、ギャ、 ぎゅ、ぎょ、エンターキー、エンターキー。本ポジションにおいて、じゃ、じゅ、じぇ、じょ。エンターキー、エンターキー。本ポジションにおいて、ぴゃ、ぴゅ、ぴょ。エンターキー、エンターキー。本ポジションにおいて、ぴゃ、ぴゅ、ぴょ。エンターキー、エンターキー。本ポジションにおいて、ば、び、べ、ぼ。 エンターキー、エンターキーそしたらここまで行けましたそしたらですね次はここのタッチというようにこのちっちゃいつが入った形を学んでいきましょうちっちゃいつはですねここのチの前にですね同じ文字を2回やりますタッチの場合だとチがここに入るのでこの t を2回打つと例えばラッキーの場合だとですねここのキが次に来るので k を2回打つとキのところにちっちゃいつが入ります そしたらですね、やっていきましょう。これはゆっくりやっていきます。人差し指をホームポジションに合わせ、タ、dti、タッチ。そして、変換していきます。変換。親指でやります。で、Enter ーキー。このような感じでやっていきましょう。そしたらですね、Enter ーキー。そしたら、ラッキーから最後までやっていきましょう。ホームポジションに人差し指を合わせて、ラッキー。伸ばし棒、変換。Enter ーキー。 ターンポジションに合わせてコーンーキーンターキーンポジションに合わせてチョトエンターキーエンタキーホームポジションに合わせてオケーノバスボンタキーエンタキーホームポジションに合わせてょラキョ エンターキー、エンターキー、ホームポジションに合わせて、キャ、チャー、変換して、エンターキー、エンターキー、ホームポジションに合わせて、ビー、伸ばし方、ナス、変換、エンターキー、エンターキー。これでちっちゃい「ツ」が入ったような形ができました。そしたら最後に文章をやっていきましょう。ホームポジションを意識するポイントは、ツド行っていきますので、そのツド練習で合わせていきましょう。 そしたら、ニアトリガからやっていきましょう。に、は、と、に、か、変換、エンターキー、本ーポジションにおいて、こ、け、こ、こう、伸ばしを変換、エンターキー、本ーポジションにおいて、と、エンターキー、本ーポジションにおいて、な、い、て、い、て、変換、 エンターキー、句読点エンターキー、わ、た、し、を変換、エンターキー、た、ち、変換、エンターキー、本ポジションにおいて、し、て、きた、丸、エンターキー、エンターキー。そしたら本ポジションにおいて、ちょ、と、だけ、エンターキー、 本ポジションにおいて、ら、きょ、を、エンターキー。本ポジションにおいて、タべ、て、いた、た、変換〇、キーエンターキー。本ーーポジションにおいて、友達が、変換、エンターキー。本ポジションにおいて、学生時い、じ、だ、い、に、変換、エンターキー。 そしたら、本ポジションにおいて、キャチャーを変換、エンターキー。本ーポジションにおいて、シていて、クとてん、エンターキー。本ーポジションにおいて、ラキて、変換、エンターキー。で、ぎラら、に、変換、エンターキー。本ーポジションにおいて、な、レた、 丸、エンターキー、エンターキー。本ポジションにおいて、きょう、も、変換、エンターキー。本ポジションにおいて、こ、こ、ま、で、エンターキー。本ポジションにおいて、た、い、ぴ、ん、ぐ、変換、エンターキー。本ポジションにおいて、れ、ん、しゅう、変換、エンターキー。 ンポジションにおいて、か、ん、ば、り、ま、した、変換、丸エンターキー、エンターキー。そしたら最後の行をやっていきましょう。ンポジションに人差し指を置いて、こ、め、ん、と、で、変換、エンターキー。ンポジションにおいて、ね、ん、しゅう、ほう、こうく、変換、エンターキー。ンポジションにおいて、 をエンターキーホームポジションにおいてしましょう丸エンターキーお疲れ様でしたこれで終了です今回の内容をキーボードを見ないで打てるようになればどん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 レベルアップしていくはずなのでこの動画を見ながらですね一緒にやってみてくださいこの動画の内容を毎日やっていただければ大体2週間ぐらいでキーボードが見ないで打てるようになっていきます 慣れてきてきスピードが遅いなと感じたらですね、スピードは2倍速までできるようになってますので2倍速までやってみてくださいパソコンを使い始めるときにまず練習として一緒にこの動画で練習していただいてからパソコンを使い始めるとこのブラインドタッチっていうのを身につけられると思いますので1人で毎日やってもつまらないのでこの動画をやった後はですね動画の下にコメント欄というところがあるので是非コメントで「今日もやりました」とか何か書いていただければいいかなと思います このスピードの2倍速ぐらいでできるようになれば普段使っていてもキーボードを見ない癖がついてきていると思いますのであとは特に意識しなくてもキーボードを見ないでどん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 普通に使ってるだけでスピードがアップしてくると思います今回はですねブラインドタッチを身につける方法を紹介していきましたこの動画の内容を2週間ぐらい毎日続けて一緒にやっていただければですねキーボード見なくなってきますのでぜひ続けてみてくださいそしたらまた明日も頑張りましょうバイバイ